なんかダンジョンがあった。松明見えるやろ、目印に。うん、見える。あ、ついてきてるな、オッケーオッケー。こっち、この後まっすぐ行くだけ。はい。じゃあ、なんか、うっすら木に隠れて、建物が見える。ああ、あんなところだったっけ。やだ、全然場所違うと思ってた。あれです。どっかでもまた匠が近く見える。嘘。連れてこんといてね。うん、大丈夫。もう爆発させた。びっくりした。どうしたの？また家にいた？家なら羊が入ってる。あー、ここか。ちょっと覚えなきゃ、この位置関係。ちょっと村の中通ってくるんだ。もう覚える必要もないよ。ベッド作るから。あ、そうですか。あ、そうだ。私1個あるって言ったよ。あげる、あげる。やばい。気がない。あれ？あ、そっか。取ってくるわ、すぐそこで。あ、死にまくったから、もうどっか行っちゃったんだな、私も取ったやつ。もうちょっとでいいからすぐ取れる。そっか、はい。ちょっと待ってて。はい。これ一かけらで何個作れるんやったかな、木。うん。木のブロックって。こんな。一個で四つ。まあいいや、こんなキャラできる。あ、多分四。多分四だよ。一で四。うん、多分ね。本当。私今手元に一個もないからわかんないけど。あ、読んだ。うん。で、羊毛と。羊毛一個あるよ、私。羊毛ここにちょっと入れとけばよかった。ボックスに一個入れといた。他にも何かある。できた。羊毛も。できた？足りた？うん。上に置くわ、ベッド。はい、わかりました。おー、すごい。おしゃれ。ベッドここ。嘘。何笑ってんの？置けないの？あ、何これ、すごい。ベッドも前と違う。寝るよ。寝た。あー、よかった。いやー、すごかったね。最初の1日目とかがすごく重要だね。うん。なんでこんな崖っぷちにベッド作らないか。そうなんだよね。まあね、景色は素晴らしいけど、うん、すごいね。これ寝返り打ったらあの世行きやん。そう、あの世だね。そこ位置関係分かった。ここね、分かった。うん、分かった。見当違いのジャングルに潜り込んでた。ちょっとまだここは工事中です。はーい。まあいいや、私さっき、スケさんに殺された洞窟に入って、またちょっと落っことしちゃった素材みんな取ってくるよ。もったいないよ。石いっぱい取ったもん。あ、また落ちた。大丈夫。もうちょっと慎重にやりたいかな。ちょっと床をきれいにしたいから、木材。そう、石だ、石を取らんと。そう、石あれやったっけ。一つもないんだよね。一つも。だ、私全部落っことしたもん。いっぱい取ってたもん。多分もう消えてるよね。え、あ、え、消えてるの？時間で消えるよ。ええー。ずっとあるわけじゃない。今から拾いに行くつもりだったのに。どうやろうな。まだあるかな。信じられない。トイレ、そう、トイレでも大丈夫やで。下水やから。うん、水じゃなかったね、今。なんか鈍い音がした今。ガチッとか。うん。ね、あ、何もない。完全になんか鈍い音が。漠然としました。何もありません。何もない？じゃあ、うん、ツルハシあげるわ、石の。これで掘って、さっきの鉄。本当？掘るで。はーい。おい、あった。うまいねー。取ったぞ。それで鉄掘ってください。はい。ね、はーい。ちょっと別のとこを見に行こう。うん。こっちは一体砂漠で、向こうはジャングルか。はぁ、あ、はぁ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 言うように、食料の確保をせんとこで生きていかねえぞ。そうなのよね。得意な畑を作る。うん、畑でしょ、やっぱり。あ、こっちは砂漠地帯か。で、お腹が減ると走られへんねんな。走られへんようになるね。うん。ああ、私、ほんといろんなものなくしちゃったんだな。まあ、しょうがないな。あ、何あれ？え？やばいの。え、何あれ？ラピュタ？いた？ラピュタがあった。すごいね。そんな世界があるの、そこに。え？
なんか空中に浮かんでる山がある。へえ、気になるね。ちょっと気になるね。うん、あ、かぼちゃがいっぱいある。かぼちゃ、おー、すごいなこれ。おーおー、いいとこ見つけたんだ。うん、あれはウォーターフライダーやな、作るのは多分。うん、ウォーターを作りたくなるね。マジで？うん、あか、豚かなんかないと死ぬ俺が。うん、あ、豚がおった。生っていけるんやったっけ、豚。うん、食べれるよ。私食べた、最初。よう、やっと豚出たんだね。今まで豚もいないから、ちょっと心配してたんだ、私。豚がすごい可愛い。マジで？じゃあ、後で見に行こう。うん、全部殺した。今日は生きてダメですね。いいよ。よし、豚9、9個手に入れた。ただ薬物、薬機械、薬、石が、ね、石窯が。石のあれがないんで、黒いやつもね。そうそう。よし、階段つった。ここなんかすごい、天然の動物発見した。本当？まあ、ここはとりあえず食料。うん、ちょっと生肉を1個かじろ。かじっといてね。1しか回復せんへん。やっぱり焼かんとダメやで、これ。うん。1か。いやね、ちょっと少ないな。いや、ちょっとどころじゃないよ。かなり少ないよ。そうだね。とりあえず、とりあえず石取ってきて。石ね、いっぱい今取ってるよ、頑張って。じゃあ何個か上に投げて。上に投げる？キャッチするか。やんの？私が？あ、でも階段作ったよ。あ、本当だ。ほら、おいで。埋めとこ。やめとくって、せっかく人が作ったのに。ね、投げる。ちょっと待って、投げ方忘れてた。後悔？はい。9。ああ、そうそう、それでもいい。オッケーオッケー。こんなにもらっていいの？だって、今それしかないけど。十分十分。あ、ねえ、待って、もう帰っちゃった？帰った。帰った？帰った。じゃあいいや。うん、まあいいや、家真上だもんね。はい、じゃあまた潜って取ってくるね。よしよし。かまどちゃん。かまどちゃんはいいけど、木炭切りか。木で木を焼く。あれ？木炭ってどうやって作るんやったっけ？あ、木炭ね、やったことない。ああ、木を置くだけでいいんだ。え、そうなの？簡単だね。いや、多分効率、燃費は悪いと思うよ。あ、そう。やっぱり、うん、っぱり石炭とかの方がいいんだ。うん、石炭の方がね。そう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 。出てこないかな。普通石炭の方が先見つかんねんけどね。うん、今丸石ばっかりだな、私。よしよし、あの豚焼いてるので適当に取っていいよ。やった、ありがとう。お腹すいたら取りに行こう。うん、まあ階段が埋まってなければいいけどね。やだよ、やめてよ。私一生懸命作ったんだからね。出口がどこ、出口がどこかわかんねえみたいな。え？出口がどこかわかんねえみたいになってるかもしれない。さすがにこの距離で迷わんやろ、でも。うん、大丈夫。うん、さすがに迷子じゃないよ。どうも松明と消え木材がないといい。家が完成せん。うん、そうだな。石欲しくなったらまた言ってね。はいはい。もう山のように取ってる。そっか、私そんなことしないで自分が一回戻ってそっち置いてくりゃいいんだね、考えたら。でもカバン十分空きあるやろ。うん、カバンの空きは十分ある。空きある、空きいっぱい、まだ。ただ、ダンジョンの中は、ダンジョンってか暗いところは関係なく敵が出てくるからね。うん。そうだっけ？夜とは関係なく出てくるからね。あれ？あ、そうなんだっけ？へぇ、武器の一つは持っといた方がいいんじゃん。持ってないけどね、そんなの。お、これはなんだ？これなんだ？新しいアイテム。カカオの豆？そんなのあるの？うん。何すんのやろ、これ。カカオの豆を採取した。
これはカカオって畑？よくわからないけど。カカオ？カカオの豆って。畑っていうか木だよね。カカオの木になるってこと？うん。ってカことは埋カオ。めればいいってこと？そうだと思うよ。木だから、でも畑に埋めるのかしら？埋めるのかしら？どっいや、ちかしら？ちょっ自と、信がないわ。普段からカカオ取り扱ってんのに？取り扱ってないよ。何の仕事だよ。カオ取り扱ってる。どんな職業の人ですね。水も飲み込まれそうだ。頑張れ、私。よしよし。うわ、うわ。ほんまこれ何すんねん。頑張れ、と、あ、私。そっか。クワを作ってみないと話にならないな。クワを作ることの材料。あったあった。あれ？クワ？なかった。クワって。ちょっと一回戻ろう。ご飯が来あるれ？ね。どうするした？なんかね、石みたいな2個ちょんちょんって置いて、ああ、できた。ああ、ありがとう。とりあえず一回素材置いてくるよ。ほら、もうだいぶ違う、いい感じになってるね。あ、違う。やっぱり埋められへん、カカオは。あ、ダメだった。というより、これってもう使うんかな、何かに。どういうふうに、つか、食えんのか、食われへんな。置くこともできへんし、食うこともできへんし。わからんから、とりあえず。石とか適当に入れていくからね、ここにちょこちょこカカオとかも適当に入れるからね。と。分かった、そうだね、嬉しいこのよ。右上になんかカカオ豆ってあるやろ。あったよ、見たよ、なんだこれ、と思いながら見たよ。あと焼き豚そっちになるから。豚どこ？右の石窯。石窯の中か。本当だ、やった。でも残念ながらビールはないんだよ。ビールね。いいよ、うちの冷蔵庫にあるから。これ焼き豚でも4つしかないじゃん。ええよ、持ってるから、こっちも。いいの？じゃあもらうよ。どうぞ。1個食べちゃおう、今。それより、木、私も木少し。ちょっと木取ってこよう。あ、もう夕方だ。本当にこうマイクラってやりだすと黙々とやっちゃうね。ああ、これジャックオーランタンじゃない、ただのカゴじゃったんか。マジか。そうなの？なんか素敵なアイテムだと思ったの。ちょっと床変えたか。なんか明るくなった。